井上、まあ、でございますミルクサッカーアカデミー今日もサッカーを最も,も楽しむたミッキ今日こちらのマリオスアントラーズアップレビューしましょうどうもお願いいたしますお願いします週末がやってまいりますということでね、うん。そうですね、はい、そしてここで出場する折り天ダービーといいますかーー、はい、まあこの両チームの対決が行われるそ,そしてただ、はい、結構両チームとも前節比較でスタメン変わるぞってのがほぼ確定してるのって、うん、あそうですか はいもう早速いってみちゃいましょう。かましでのやってすチャンネル登録ぜひよろくおということでまずはスタメン予想から参りましょう。両チームのスタメンこちらでございます。予想はドン。ドン出たはいはいはい。左マリノス右アントラスということですが。マもすごいメンバーだな。ねえ。まずマリノスからいきましょう。マリノスは前節札幌に02で敗れてしまいました。で、ただというのも。 まあここ正直、疲れたねってのが両サイドバックでしたね前々節マリノスは、はい、あの広島と戦った時に長門勝也選手がレッドカードで前節札幌戦出場停止して小池優太選手出て、うんはい、あとは右サイドバック松原選手はあの直接体調不良があったみたいで上嶋選手が出ることになったんですが要は小池選手は今年初めてのゲームだったこと。うん そして松原選手とか上島選手に変わって、彼の場合だとこう偽サイドバックみたいなことやるタイプではないので、うんね、普段と違うサイドバックが両方ともにってなっちゃったことがあって、うん。両サイドはきついかもしれないね、うん。そうですね。うん、で、ビルドアップが詰まるなと思ってたら、そこマンツーマンでやられて、まあ、そのままバランス変えたままの2って 2> っ、なるほど。だったんですよね。はいはい、だけど、えー、どうやら長、まあ、長戸選手は出場停止、明けで戻ってくる。はい え松原選手も体調不良分けで戻ってくるので、うん、ここはまああとりえずどうにかなるでしょうと。うん、あと、マリノスとしては今回ね、もう送り出したいじゃないですか、二人をね。うん、はい。つむらくんと、ね。代表選手。おめでとうございます。うん、おめでとうございます。うんうん、なんでちょっとマリノスのこの二人をどうやって抑えるのかがまあ鹿島ってことになってくるのかなと思いますと。はいはいはい。はいはいはい、えその鹿島なんですが、前日は福岡相手に0-0でスコアレースドローで終わりました。はい。で、ただめっちゃ攻めたんだけど、こちらはなんとね、うん。 なんと、ボランチにあの男がいません。いない。佐野回収、うん、イエロー2枚出場選ですね、今回。うん、なので、ボランチを変えなきゃいけません。うん、ただ、佐野回収レベルのボランチを J1、J リーグ全体で見たところでそんなにいるわけじゃございません。うん、そういう存在なんですね、回収選手はもう。そうなんです。うん、なんで、やることとすれば、もう樋口、P とか2人とも下げて、うん 前に1枚足すって形の方がリアルじゃないかなとは思います。なるほど。あとはもう、これはウルトラ C でいくんであれば、庄司、うん、上田、センターバックの、うん、インサイドハーフは樋口、ピットカーのままで、えー、アンカー関側、えー、関川。へゆる関川選手が、庄司選手戻ってきちゃったから、ベンチに行っちゃったんですよね。 にいない存や、ないけども、うんうん、でもやっぱ中盤でちゃんとこう封鎖できるような存在を一人誰か入れるっていうのは、また庄司選手1個上げるとかね、うんうん、で関川選手、センターバックもありかもしれないですけど、とりあえずこんな感じになるんじゃないかなるね。ちょっとだから、あれなんだね、ずれが生じる可能性はあるってことだね、鹿島は。そういうことですね。はいはい なんでその鹿島のずれたと、マリノスは戻ってくる部分とか、どうなるかって試合になるんじゃないかと思いますよ、ねうん。なるほどということで、それぞれのまあマリノスが攻めるとき、鹿島どうするのかとか、鹿島が攻めるときは、じゃマリノス守備でどうするのかとか、そういうところをちょっとこれから見ていただこうかなと思ありがたいます、はい。じゃあ、まずこちらからいきましょう。マリノスの攻めのほうから、じゃあいきましょう、うん、おじじね。う、はい、ういうこと ただね、両チームとも今年ちょっと気になるのが、うん、ビルドアップっていうよりもどっちかというと両チームともハイプレス型のチームだよななんていうのはちょっとなんでまず,まずのところで言うと、うん、え今回マリノスの攻撃の時のキーマンになるのはダブル代表角田西村、うん、そして、えー、復帰となる長門、はい、この3人ということになるのかなと思います。うーん,うーん 角田選手がまあビルドアップのいわゆる彼,が彼からボールどういうふうに誰にどう展開するかっていう形に、うん、なってくるからと思うのでそこを鹿島、例えば鈴木優真選手中心にちゃんとプレスでこう捕まえられるかどうかが一つ、うんうん、であとはまあ西村選手のところ本当だったらここに佐野会長がいたはずじゃないですか本当は彼が西村選手を止めてくれる予定だったんですけどそうはいかなくなっちゃうんで。うんうん 逆にこのピトゥカー、樋口、どっちがこの西村選手を捕まえ続けることになるのかってことに注目、はい、ただ、これ、キャンプの時は、これがあまりアントラーズ、うまくいかなくて、うん、だからピトゥカーも樋口も両,、まあ、両方とも離しちゃって、この真ん中の選手に結構、いいようにやられてしまうなんてこともあったらしいね。だ今回はこのマリノス相手にどっちがどういくのかとかっていうのが注目ポイント。できっと西村君はその二人とも、なんか剥がすぐらいの運動能力をお持ちなので。うん 1>, いね、1試合当たりの平均走行距離13キロ超える選手っていないですから、ねね、ん1人つけるっていう確率のほが大きいですか、やっぱりそうじゃないかなと思いますけど、うん、まあどうするんですかね、ここね、そうですね、まあ、受け渡しでうまくいったらもう今年、ことし鹿島自体が多分いい順位で終わることにはなると思いますから、まあ西井マラをどう捕まえるのかというところがこう我々、こうあの選手の皆さんというよりも、我々的にはこう注目するポイントになるだろうなと思います、はいはいはい、なるほど はい。で、あと、西村選手以上に、やっぱり、鹿島の皆さんとしては、絶対に捕まえなきゃいけない男がいますと。うん。それが、あの、左サイドバックって言っておきながら、最終的には一番前にいる男、長友達。はい。はい。ここですよね。そうね。うん。で、ここで、マリノスの皆さんと、まーさにちょっと注目ポイント。はい。鹿島はハイプレスです。うん。で、このハイプレス、めちゃくちゃ効きます。うん。 このハイプレスを攻略するための方法論を提示したチームが1チームだけありました。はい。それが川崎フロンターレでした。うん。要はめっちゃ自分たちで球出しの回数だとかを増やしたりなんだりすることによって、うん、藤井、優馬、知念、全員足つって交代したんですよね。ああははい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 。で、この試合も長戸選手がやっぱりガンガン奥まで行きますから、うん 藤井選手はある程度ついていかなきゃいけなくなるのは間違いないと思うんですよ、だけど川崎戦のように、もうずっとフルスロットルで60分間ついていっちゃうと、60分間でいわゆる足つって交代になっちゃうん、だからそこもさっきのね、あの西村選手の、こうじゃあ誰がどう監視してって同じようにですけど、うん、長門選手をじゃあ受け渡しどうするのかってことは鹿島の鍵になってくるんじゃないのかなと。うん 佐野海舟選手がいない以上、そこにフィルターがつけられないので、うん、でも人それぞれで監視し合って、いったあの捕まえろとかじゃないけど、うそういう声が結構大事になるんじゃなないのか,なかこれね、変幻自在に動いていますから、これ、鹿島としては結構厄介ですね、そうですね、つ、うん、捕まえられれば鹿島はある程度いける、はい、で捕まらないでいけるんであれば、マリノス結構な感じで勝てるって感じは見えてくるところではありますよ逆に今度、こっち見てみましょう。うんどん 鹿島が今度ボールを持った時なんですが、うんうん、やっぱりじゃあどこが注目になるかって言われたらやっぱりこの2人のところはもう注目なんですよ。西村長藤という元ベガルタコンビですね。うんうん、彼らの守備ってところに一つ注目があって鹿島がボールを持ったとしましょう、うん、西村選手はこれまでずっとね橘田選手とか野津田選手がいろんな選手やってきましたけど。うんうんですね 背中で押さえんだよね。うんうん、で、今回は、そうなのよ。ただ、今回は相手がダブルボランチになることが濃厚なので、さすがに背中で一人で二人押さえるのはちょっときついあなので、鹿島としては、あの肩を例えば、樋口選手にボールがいくと見せかけて、西村選手にそこを押さえさせておきながら、うん、もう一枚の選手にどれだけパスを出せるかまあこのあたりがやっぱり注目になってくるだろうなと思います。うん、はい で、プラス、こういうふうに、あの、西村選手のところで違いを鹿島作れると、もう一個で大きいことがあって、うん、やっぱりさ、長戸くんってこう前にいるケースがやっぱり多いっちゃ多いんですよ。うん,うん。ああ、落ちてますもんね。はい。だから鹿島の今年よくあるのが、もう一つあるのが、これ、藤井選手がめっちゃ奥取るんですよね。うん。そっからシュート決めたりなんとかもありますから、はい。長戸が前に行くんであれば、藤井選手はあえてサイド奥のところでも張っておく、うん、そこにボール供給すれば、 藤井君がそのまま真っすぐガンっていけるってところが。なんでこの長と藤井バトルはかなり大事になるんじゃないのかなと。なるほどね。で、ラストもう一点だけ。あの、先ほどマリノスも結構ね、サイドバックの皆さんがいろんな位置に行くから結構混同しやすいって話はしましたけど、鹿島もいるのよね。それがセンターフォワード鈴木優あ左ウィング知念系と見せかけておきながら、 この2人が実は結構入れ替わったりするんですよね。そうねマリノスのマークの受け渡しどうするのかってことになるんだけど、うんはい、今回はその海祝選手がいないんであればトップ下に土井選手か荒木選手がやってくると思われるうん、うん、プラス安西選手が結構そのユーマサポートで上がってくることもそこそこあるので、うん、ともすればこの左鹿島の左サイドか。 ユーマ、知念、荒木、安西ってこう4人で狭いエリアに密集することもあり得る。そうするとマリノスもそこにみんな近づかなきゃいけなくなる。そこから例えば一番離れてるはずの知念さんが真ん中にドンと飛び込んで、藤に渡ったゴールを、ボールをそのままクロスからヘッドでこう決めていくなんてこととかもあり得るんじゃないかと思いますから。まあ本当マリノスも、カシモも、あの、普段とは違うポジションにこう入り込んでくる男、いわゆる、 ポジションを入れ替えて誰かがやってくるってますから、ね、外し合いなわけですね。そうですね。うん、誰がどう外して、それに誰が追いつけるのか、うん、それとも受け渡しを差を超えていけるのか、そこにご注目いただければ、うん、いいかなと思っております。キャッチミー、キャッチミーフユキャ権だね。いやそういうことですね,ね。そうか、忍者がどう動いてどう止めていくかということですね。そうですね。なんでお互いハイプレスもやるけど、うん、そのハイプレスをどうくぐり抜けるのかご注目いただければと思います。うん、どっちらよですか？ いやー、まあ、佐野回収いないっていう点では、周りのプロがやや有利だと思いますけど、ね、ホームでもできますね。ーーね。あま,ねまあ、両チームここへらでスカッと勝ちたいタイミングでありますからね、これね。そうだね。で、えー、代表ウィークってところにこう流れ込んでいきたいですからね。う,ねはどうなります,かそは,すはい。一きましょうということで、村上先生、ありがとうございます。朝ということで、ミロアカ、今日もお送りしました。毎日2本ずつ出してます。サブチャンネルはお昼に出してます。そうです、我々は。 ありがとうございます。<laughs> でまた聴いてくださいね。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。バイバイ。またね。バイバイ。